い、クジラクジラ。なんだね。東京にはファンのいないエグザイルのアツシいんじゃん。もっとエグザイルだね。アツシって女を人として扱わないよね。フェミニストというか人権団体が聞いたらやばいね。最近そんなアツシが訴えられたの知ってる？そうなの？元交際相手の20代後半のモデルなんだよね。ほう。アツシは結婚するからって仕事を辞めさせたんだよ。でもそれは真っ赤な嘘で、結婚する気などさらさらなかったのよ。ひどい。芸能界にいるとアツシと付き合っていることがバレやすくなるから辞めさせた。完全にアツシさんは自分の都合で辞めさせてるね。そういうやつだからね。それで結婚すれば問題ないけどね。そうなんだよ。モデルとしてのキャリアを捨てさせ、 SNS も封鎖させてさ。この元モデルの女性は今後どうなるんだろうね。裁判でお金が取れるといいね。そうだね。5000万を賠償請求しているみたいだからね。もっと請求してもいいよね。人生を台無しにされたんだから。一言で言うと結婚詐欺だ。本当だね。まあ5000万くらいならヒロが出すだろうけどね。